さあ、エタの時間がやってまいりました。本日夢開始中1回目の今日の表現は Negotiate。 さあ皆さん、意味はどうでしょう。交渉するということでよろしかったかと思います。さあ、問題はなぜこの Negotiate が交渉するという意味につながってくるか。そのヒントはスペルですね。つまり綴りにございます。さあ皆さん、ニゴシエイトをよくご覧になっていただきますと、ある別の単語が隠れてません。ここと、そしてこれですよね。皆さん、 NE は何ですかと言われたら、ネクストの NE なんですね。それに進むという語をつけていただけるとよろしいかと思います。もちろん次へ進むために必要なものですよね。両者折り合わないとですね、前に進まない、次に進めないわけです。ですから交渉して、妥協案を見出し、そして次ネクストの段階へ進むんですね。そのために必要なものは交渉ということでございますので、そういうふうにイメージしていただけるとよろしいかと思います。そして、この NE がネクストから来てるんですよ。というふうにつながるもう一つの単語は黒板の右側でございます。皆さん、ネイバーフットですね。皆さん、ネイバーフットと言われたら、近所とか近隣というふうに訳しているかと思います。じゃあ皆さん、近所近隣どういうことですかと言われたら、皆さん NE くっついております。皆さん NEXT ですよね。でもちろん NEXT と言われたら隣という意味もありますよね。ですから自宅の隣、それは自宅の近所というふうに言い換えることができますよね。ですので、ネイバーフット、近所、つながります。で、ニゴシエイト、交渉する、ネイバーフット、近所、二つ合わせて押さえてください。で、ちなみにネゴシエイトですが、こちら ETS が制作しました公式問題集ピンクの4、テスト2のパート6回答冊子142ページにも掲載されておりますので、参考なさってください。そして我々はですね、皆様のトイックのスカップ、こちらにつながるようにですね、動画を毎日配信しておりますので、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。